申し上げます。こんなんが取れる。行場、ここは行場会員のここは作業の支障になります。安全な距離を保って沖合まで退去してください。松鍵さん、このブイは中国電力さんが日の出前に違法に設置したものですよね。違いますか？日の出前に設置しましたよね。マスコミには嘘をつきましたね。それは事実ですよね。まあ黙られるということはまあ事実なんでしょうか。安全であったということでしょうか。周りが暗い中でも安全だったということ。暗いか明るいかじゃなくて安全でなければ当社は作業はしないんですよ。ちゃんと安全を確認してからやってらせていただきましたんで。安全っていうのは夜中やって安全な。台船7つも8つも持ってきてインコラさんに立て込んで適当に置いて逃げるのが安全か。あれ無灯で電気もついてなかったよ。こっちの方は岩島から見えるんやから。それについての答えはほんでそれ怪我人を出してはいけませんから。いやそれがね、ほんなら棚浦のとこどうですか。棚浦の11月の棚浦の作業はどうですか。人がおっても船がおってもこれを石を落としたじゃないですか。あれが安全な作業ですか。危ないからどけろどけろ。人のあるところに石を上からぶら下げて安全だったのか、それに答えよ。排水から放射能漏れっていうかな、それが2号機じゃないの。2号機で日本原電かな、配管作業、パイプ、いろんなパイプを古いやつを切って取り替えたり、まあ、部分的に修繕したり、新しいの新品直しです。楽しい仕事じゃない。怖い仕事。怖い。二度と行った。それからもう1回行った。1回だけ行った。二人とも1回だけ。ああ。仕事はものすごい。いろんな説明するんやっぱりこの。ええことばっかり説明するんやな、この安全作業じゃないけど安全講習会みたいなのがある。入る前。いろんな検査の身体検査も入る前と帰る前もやるんや。全然体の中全然違ってきてる。だいぶ減ってたのあれ、みんながの発見器は。金はええ。それと働く時間が15分とか、長い時間働くじゃない。放射能浴びるから。エルボから1箇所やるのに2人がかり交代で行ってああいうことがある。一日2人でいかに原発ジプシー楽で儲けがいい。だから何回もいい。要するに自分の身を削りながら生きよるのがわからん。がんの原因、自分たちの子供孫、それにね、このきれいな海と安全な魚を守るためにこういう組織行動を起こしたんです、ね、それを分かってください。私らは漁業で毎日を生活しているんです。ほんでまあおたくさんらは知ってるかどうかも知らんけども、終戦当時ですね、食料困難なことで、岩屋島は小さな島でも都会から全部帰ってきて岩屋島で生活して、私らもその子供の頃にそこで一生懸命岩屋島で海と山があるから稼げずに済んだんですよ。岩井島は離島ですから、どこへ働きに行くいうこともできるのです。とにかく岩井島の漁場を守って山を守って、そしてみんな生活してきたんですよ。本当日本が一番食料のない頃に生き延びてきたんですよ。もう海と山があったら生活でもできていくんです。それで私は原発を建ててほしくないから、もう28年間一生懸命家は捨てても反対運動をしています。それを役人さん方にお願いして、この本当漁場だけは私らの生活をするほんのわずかな一部ですが残していただきたいんです。海はもう本当生活の場ですから、この生活の場だけはもう私らに話すことができ、もう何代と続いてここで生活していますから、もう中電さんがいくらねいいことを言うても、もうそれは私らには受け入れられんのですよ。ほんで中電が話し合い言うても、今までに岩井島の人と話し合い言うのは全然ないんですよね。だから今日はね、経済産業の方の人来とるから、私はぜひぜひお会いして、このことをちょっとでも今立ってない話のうちだけど、今なら間に合うから一歩でもこういうことを国に持って帰って話していただきたいと思ってお願いに来たんですから、どうぞよろしくお願いします。もうこれ以上私らを苦しめずにおってほしいんです。